はい、おはようございます。おこなかです。今、タツの西のパーキングで昨日から泊まっとってんけど、カレーパンとおにぎり買ってんけど、まずおにぎりが見て、ほらあらやで、これなかなかやで、これ具があらやからな。ほんで、この淡路島のカレーパンを買いました。あ、あともう一個梅も買いました。こんな感じで、いつも朝はおにぎりとサンドイッチと買うの。サンドイッチも買いました。こんな感じでサンドイッチも買ってしました。ほんでからコーヒーは自販機で買おうと思って、エメマンをボタン押したと思ったら間違えてアクエリアスでした。なんでやねん、これな、これちょっとやばない、これ。ほんでな、これあれ、なんで俺これ押してもうたんかなと思って、自販機もう一回よく見たら、このアクエリのこれこうカンカンとかこう並べてるやんか、こう陳列してるやろ。ほんならこのアクエリはこの大きさにもかかわらず、なんか紙かなんかだから、ちょっとギューンってなってて、ちっちゃくなっとって、この太さじゃなくてもうちょっと細く見えんねやんか、あのこう並べてる、あのこうジュースとかいろいろある中でアクエリちょっと細くなっとって、ほんとこれエメマンやと思って買ったら、アクエリのなんかスパークリリング、なんかなんやろ、これワインみたいな感じがちょっとわからんけど、これとエメマンと間違えと思うと思う、なんやろ、もったいないことしてもた。てかこれあれちゃう、ちょっと似てない、これこれとこれ、これ横に並べたらこの大きさやけど、これちょっと遠近法っていうのかな、ちょっとわからんけど、こんな感じで見たら、これ似てるやんな、これな、これ絶対これから間違えんとこ、うん、まあもうこんな嫌やわ、もうなんか自分が飲まへんジュースとか買ったらなんかがっかりやんな、めっちゃうわーと思って。もうこれあれやな、週末帰ったらもう田中坊にもう飲んでもらうわ、もうこれどうしよう、どっかこの辺入れとく、これはもう田中坊に飲んでもらいます。もう130円持たなかった、そうだ、よし、というわけでさあ今日も出発します。出発まで少々お待ちください。出発まで長いってよく言われるけど、よいしょ。さあ今日は今タツの西で泊まっとったんやけど、今日はどこや、兵庫県の方で荷物を下ろして、ほんで、またどっか兵庫かどっかで積んで終わる予定です。今日はというか今日は地場ですね。地場にあるんです。よし。ここの隙間に、なんか食いかすかなんかとか、髪の毛が落ちるから、白髪が。もう5人に乗り換えた時もうどんだけ髪の毛抜けてんねんぐらい抜けとったから、よしよし、あかん、目寝起きやから目が赤い、よっしゃ、はい、じゃあ、はあ、暑い、昨日夜寝るまではエンジンかけとってんけど、暑くてムシムシして、寝る頃もうちょっと寝れるかなと思ってエンジン切って寝とってんけど、もう3時頃かな、3時頃もう暑くてもうあかんと思って、でもちょっとエンジンかけた、もうこれ雨上がりやし余計ムシムシして、もうめっちゃ寝られんかったってことめっちゃ寝たけどな。ほんでタツの西で朝買い物して、でおばちゃんがこれ眠気覚ましのミンミンダーハーやったかな、ミンミンダーハー、これおまけで入れとくねって言って、おばちゃんが言うて入れてくれて、で ありがとうって言ってんけど、でももうめっちゃ考えて、いやおばちゃんあれやろ、僕耳だ飲まへんし、いいわ言うて、うん、いいよ寝たくなったら飲んだらいいやんみたいなこと言われたけど、いやいい、多分飲まへんからいいよ、おばちゃん飲んでって言ってんけど、おばちゃん飲まへんって言っちゃった飲まへんねや、そう優しいおばちゃんやったね。
なんやろ、ここ昨日俺あの晩ご飯こっちのコナカで食べてんけど、コナカの店員さんもなんかこっちの売店とかのおばちゃんもなんかユニフォーム一緒やったけどな。同じあれかな、ここの会社自体のあれだったら同じだから、おばちゃんもユニフォーム一緒やったな。それか寄せてんのかな、ちょっとわからんけど。じゃあほんだら、じゃあほんだら出発しますじゃあほんだら出発します、よいしょほんだらな、そうや、俺あれもう起きてすぐ電車がプッて入れてもうて、歯磨きに行ったり何やする間休憩もかもしれない20分ぐらいもったいないことしてもらった。よっしゃ、車線のブザー消してアイドリング消してオートにして、忘れ物はないですか、ないですね、ないですね。よっしゃ、うわどうかな、あれいつも石岡で会う通りつさんがいてはる、あ、いや、通りつの4トンドライバーさん出てはるわ、よし行け行け、さあたら真ん中になります。言われてみれば真ん中になるような気がするな。パーキングから出てこう出たら真ん中になるはずですよって所長に言われて、何にも意識せなかったけど今意識したら真ん中に出たけど、ひょっとしたらあれやな、左右トラック止まってなかったからケツ振ってもベッチョないからあまりその辺金銭と出たからあれかな、ちょっと不確かですね。今回は今度ちょっと検証してみたいと思います。もうなんかもう雨上がり消したいやから、もうわーっとする。夜中も雨降ったのかな。はい、じゃあ出発しました。本日今日はあと50キロ、7時頃には着きますね。7時頃着く予定です。最近なこのスーパーグレートにハマってるのがハンドルがこれ自動でルークスと同じで自動で動くんですよ。これこれちょっと邪魔やな、自動で動くんやけどちょっと後ろカタカタうるさい。最近ね、この自動で走るこの機能はちょっと後で調べておきますけど、なんていうかわからないけど、これすごいめっちゃ使ってます。ジャンクションとかギュイーンって曲がるところとかやったらもうちょっと僕ダメですってなんねんけど、もうそれ以外も直線とかちょっとしたこんなカーブとかぐらいやったら全然ほんまにもう曲がっていってくれんねんけど、まあでも正直言って
もうちょっとこっち寄ってほしいなとか、カーブこう走ってたら遠心力に負けるんかな、ちょっと外側にこう膨らむような感じやねんけど、でもまあ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 なんとか曲がってくれるから、まあほんまにちょっとサポートするぐらいで、なんやろ、安心というか、まあ運転をサポートしてくれるから助かりますね。まあ結局サポート機能やから手放しではできへんねんけど、そう。じゃあね、ちょっとやってみましょうか。これはオートクルーズのボタンを押して、上のボタン、これ一回上のオートクルーズのボタンを一回押して、ほんならこの車の影のマークが出るから、このまま速度を80ぐらいにしてセットボタンを押します。はい、セットしました。ほんならメーターのところにこうハンドルを持ってる絵が出んねやんか。ほんならもうこれでハンドルをこれもアシストしてくれてるのかな。はい、してくれてます。今もだからハンドル、これちょっと右側なんだけど、ハンドルが勝手に動いてます。これちょっと今下支えてるけど、ハンドルちょっと分かるかな、こうグーグー、こんな普通に運転してる時みたいにグーグーって曲がるんじゃなくて、ちょっとカクンカクンカクンっていう繰り返しやねんけど、こうこれで車線内をキープして走ってくれてんねんけど、この車線のこの車線のな、ちょっと右寄りとか左寄りとかで設定できんねやんか。まあ、その設定はまあまあ、この右の一番端の丸いボタンポンと押して、左のボタンで左にしたら左寄り設定できんねんけど、まあまあ車線の左寄りで走ってくれんねんけど、ほんまやったらもうちょっと寄ってほしいぐらいやけどな。もうちょっと寄ってほしいけど、まあでもまあまあほんまに左寄りかな、左寄り走ってます。だからまあまあ基本左車線走るから左寄りで走ってます。こんな感じです。ほんで、あ、これもう今ハンドル左にグーって勝手に動いてないけど、まあもちろんこれハンドル離してしまったら、両手離したらハンドル持ってくださいってこう警告出んねんけど、まあほんで持ってしたら、しばらくしたらまたサポート始まって勝手に走ってくれんで、あとは速度はオートクルーズと一緒で、ここのボタンを上げてしたら、まあ設定速度変えれるから。設定速度って何キロまでいけんの？89キロまで、オートクルーズ89まで設定できます。これな、リミッターの方の設定はなんか1キロずつの設定やけど、これは 0.5 キロずつ設定変えれます。はい、今ハンドルのアシストしてもらいながら走ってます。これはほんまに昨日も九州向きで走っとってんけど、昨日おとついか、高槻ジャンクション越えてもうギュッと登ってからはもうずっとこれオートクルーズ、このハンドルのアシスト機能でずっと走っていった。ほんで、どこやったかな、広島のどっかのパーキング、福山か、福山に入った時にドライバーさんに声かけてもらって、よそのドライバーさんに声かけてもらって喋っとってんか。ほんだらハンドルのこのサポートで走ってきてって言ったらよう走ってきたなそう、驚いた。ほとんど直線やから分かりにくいけど、まあでもほんまにこれまあ車間も一定保ってくれるし、車間もこれ設定できるから、ちょっと長いこと車間開けたいなと思ったら、またこの丸いボタンを押して左でこう上下してしたら、まあ、ある程度車間ええ塩梅に開けて走ってくれるから勝手に走ってくれるから、なんかもうほんまに勝手に走ってくれるトラックみたいな感じやね。ほんまに前の5225はこのハンドルのこのアシストサポートはついてなかったんやけど、そう、しみじゅんさんとかがここ真ん中の丸いやつが大きいやつはそうなんですって聞いとって、動画で見とっていいなぁと思っとってんけど、ほんで今回自分の50号これやから、まあ、最初は全然使えへんかなと思っとったけど、
これ使い出したらめっちゃ使うわと思って。そう、これほんで、もう渋滞の時もこれこうブレーキももう自動でギューってかかって止まってくれるし、まあ衝突事件とかはもう何回かやったけど、あの不自由でやったけど、あのオートクルーズで走ってる時は結構信頼できるかなとは思う。あのブレーキで足は乗せてるけどな。でもまあほんまに前が止まったらギューって止まってくれるし、止まり方もなんか1551とかと比べたらスムーズかなとはって思うけど、うんです。これ今左カーブやね、ぐーっと左カーブになってんねんけど、ハンドルが勝手に左に曲がってくれてます。アシストしてくれてます。ちょっとあの白鳥のパーキング用の、でもな、これハンドル動いてるけど、でもあのやっぱり今左カーブやったんやけど、やっぱり若干右の方にちょっとこう膨らんでまうから、もうトラックとか車乗ったらもうハンドルでちょっと左にグッとして、これピコって言うだろ、これ正しいハンドルを操作開始 してくださいって出んねんけど画面に。ほんでこれもな、正しい開始してんねんけど、なんかずっとサポートしてくれへん時あって、ちょっとようわからんねんけど、よし、このシートがなかなか合わへんな。白鳥のパーキング入って、もうちょっとほんなら今日は終わりたいと思います。昨日は立つのでもうめっちゃお腹空いとって、昨日お昼食べてなくて、で立つのであのコナカで、あれコナカやったっけ、合ってる、コナカであれ買った、大エビエビフライ、大エビフライエビフライ、唐揚げ定食で、写真ではもうエビフライがダーンってグーンってめっちゃ大きかって、いやいやいや、このエビフライはまあないな思っとったけど、もう出てきたらほんまにめっちゃでかいエビフライやって、あーって食べて、ほんででかすぎるから最初からついとったタルタルソースで足りひんかって、でもうお姉ちゃんがあのもうちょっとあのオーダー、オーダーって言うんだな、あのもうラストオーダーなんでって言うから、あーもう何もいいですいいですって言ったんだけど、タルタルだけもらえますかって言って、恥ずかしかったわ。タルタルソースおかわりしました。これハンドル勝手に動いてるね、これ自分で動かしてるように見えるけど、たまにな、でもこれずっと走っとったら、インター出ていきそうになる時ある。うん。なんか、ああ、出たあかんねみたいな感じになる。うん。じゃあ、白鳥に入ります。なんかあれやな、田中坊がなんか、白鳥、あ、ゴンゲンコか。田中坊いつも言っとったらゴンゲンコやな。ゴンゲンコのなんかがうまいうまい言うて、いつも言うて、いっしゃってたから。白鳥はもうちょっと秒で出ます。よしよし。よいしょ。はい、終わります。ありがとうございます。ポチッとな。